はい、どうもアウトプットチャンネルをご覧の皆さん、中島です。動画のご視聴ありがとうございます。4月末の手妻レースにエントリーするのはまあ見送ったんですけど、ピットクルーとしてですね声をかけていただきました。まあどんな形であれですよ、レースに参加できるのはまあ嬉しいもんですよ。この XJR1300 のお手伝いで行かせてもらうんですけど、オーナーさんはですねサーキット経験がまだ浅いということだったので、事前練習で前を走らせてもらって、こうライン取りをこう見てもらったりとか、まあ、後ろからついてってですね、まあ、観察させてもらって、まあ、より効率的にタイムを伸ばせるところだったりっていうのをこう練習も付き合わせてもらうことになったんですね。で、まあ、さすがにですよ、全く見たことがない車両でいきなりこう現地で触ってっていうのはそれはまあ難しい話なので、こうやってお預かりさせていただいた次第でございます。まあ見ての通りですね、キャブでしょう、マフラーでしょう、そして前後サスにナイトロン入って、まあそれはですよ、準備万端って感じですよね。まあパッと見でも本当早そうでしょ、まあそのままいけるでしょって、まあ、思ったんですけど、実際見させてもらったらですよ、なんかこう私の感覚ですけど、まあサスのセットだったりとか、まあ、ポジションですよね、セパハンに書いてあったりとかするので、まあもっとよくできそうだったので、オーナーさんにですね提案させていただいて、まあポジションの調整とサスペンションのセッティングをさせてもらうことになったので、まあ、今日の動画ではですねそのあたりの話をしていきたいと思います。まあ、まずポジションの話をしていくんですけど、まあ、その前にですね、まあ、乗車姿勢ですよね。まあ、パッと、まあ、こんな感じやないかなって思うんですけど、まずですね大事なのはこう下半身のホールドですね。まあ、掴むところっていうのはこのステップと、まあタンクのニーグリップ、オフロードをやってるとですよ、すっごい分かりやすいんかなって思うんですけど、こうかかとで挟むような感じですね。このかかとで掴んでるような感じでやるとグッとですね力がかかるんですよ。ステップのかかとら辺になんか羽みたいなのあるでしょ、あれをですねこう挟むような感じで、ないやつもあるんでですね、まあ、ステップ変える時なんか、まあ、その辺見て選んでもいいかもしれないですね。でそしてまあニーグリップですね、太ももでタンクをこう挟むってこうイメージしている人も多そうですけど、こんな感じでですね、私的にはですねこの膝の内側で挟む感じっていうのが結構しっくりきてます。ちょっと後ろめにね座りたいじゃないですか、その時にここの膝の内側でこうやってホールドしてやる、こっちの方がですねがっちりきますからね、面で捉えるよりこう点の方がなんて言うんでしょう、力がかかりやすいというか、こう太ももで掴んでですよ、ブレーキングのすっごい G に耐えれそうな感じしますか、私全然そんな気がしなくってね、できないんですよ多分、できないです。はい、まあ、そもそもの話ですね、力もそらいるんですけど、200キロオーバーから100キロそこそこまでですよ、100メーターのこう短い距離でめっちゃ減速するわけじゃないですか。だからですねよっぽどのこう力がないと、実際力だけで押さえつけようっていうのはまあなかなかできないことじゃないかなと。だからまあ力だけじゃなくって、まあ、骨を生かすと。はい、何年か前に粉砕骨折になったこの大腿骨をつっかえ棒みたいにして使えると、まあ、全然力が、ね、いらなかったりするんですよ。まあ、力が、ね、いらないっていうことは、まあ、こうやってうりゃってやらなくてもいい分ですね、まあ、余裕が出て、まあ、ブレーキングとかライディングにですね集中できることができるんですよね。まあ、背中はですね猫背のイメージでこうやって反り返らなくて猫背のイメージで、ブレーキングの時はですねこうやって腕はこうちょっと突っ張っても大丈夫です。まあ実際、まあ、自然に置いてやるといいかなって感じですかね。まあ腕突っ張るのがねあんま良くないって昔見たことあるんですけど、バンクさせつつですねこうやって突っ張ってた腕っていうのをこうだんだんこうやって曲げてってですよ、こう無駄な力がかからないようにっていうんですかね、こう突っ張っとる状態でブレーキングしてバンクさせるにつれてこうやってから曲げていく、こんな感じですかね。まあ、乗車姿勢ライディングフォームってまあ常にこう変化するもんだからですね、腕は突っ張っちゃダメみたいにですね固定観念を持たずにまあやった方がいいんやないかなって思います。突っ張った方がだって、ね、ブレーキの G から耐えやすいじゃないですか。
で実際ねこの状態の時ブレーキングしとる時っていうのは実際車体はまっすぐ立っとるわけだからステアリングの邪魔も何もあったもんじゃないですよね。実際そうやってからだんだんバンクしてってこうセルフステアでからハンドルの切れ角がどうのこうのとかっていう話やったらじゃあバンク しとる時はこうやってハンドルの方をこうぎっちり押さえないというかフリーにしてやるっていう風に変化を持たせればいいんじゃないかなってそんな感じです。まあ、ライダー側はこんな感じで次にバイク側ですね。でポジションなんですけど、まあ、ライディングポジションのこう三角形って聞いたことないですか。ライダーがこうバイクに力を加えて操るこうハンドルシートステップ、この3箇所を結んだ三角形のことですね。で、まあ、シートとハンドルとのこう距離で、まあ、状態のこの前傾具合っていうのが分かってシートとステップでこの膝の曲がり具合ですね。でハンドルとステップのこう関係性も、まあ、状態のこの前傾具合とあと股関節の曲がり具合などが分かるんですね。まあ、この三角形の形でカテゴリーが変わってくるんですけど、例えば、まあ、スーパースポーツだとスポーツライディングに適したポジション、そして、まあ、ハーレーだったりすると、まあ、ロングツーリングに、ね、適したポジションみたいなんですよ。まあ、そういう感じなんですけど、この XJR はですねもうバーハンからセパハンに交換されてました。こうまたがらせてもらったんですけど、結構違和感があってスッてこう自分にはですね馴染まなかったんですね。まあ、ここに関してはこう結構ご利用しで、うん、触らせてくださいってお願いしたんですけど、 XJR ってこう元はこうバーハンネイキッドじゃないですか。それをセパハンにすることで、まあ、三角形のこの形っていうのが変わるんですけど、こうまたがった時の第一印象としてはこの、ね、でっかいタンクがですね抱えてる感じっていうんですか、ここら辺にあるような感じなんですけど、まあ、スポーティーじゃないわけですよ。うん、調子悪いですね。カミカミやな、ごめんなさい。まあ、この辺はですね走らずとも、うん、こういうのが分かるんですけど、この車両はですねこれからまあサーキット走って鉄馬レース出ようとしてるわけですよ。まあ、スポーツ寄りにするべきですよね。まあ、なんでってこう右行ったりとか、ね、左行ったりとか忙しいんやからさ、右左ってですね、ね、でしょ、もう動きやすい方がいいじゃないですか。で、まあ、今回触ったっていうのが、まあ、シートとこのハンドルの高さですね。ハンドルはですねこの絞りが、まあ、これが目いっぱいだったので高さだけちょっと下げてあげて、だいたい5ミリ程度ですかね。まあ、シートがこう結構上げたんですけど、この間にですねスポンジ30ミリくらいのスポンジを挟んで、まあ、とりあえず仕様なんですけど、まあだいたいですねしてあげてます。でシートの高さこれ上げたっていうのはめっちゃ良かったです。いつもの感じっていうんですか、まあ、これこれって感じですよね。こうやって、うん、まあ、レプリカまではいかないけどこうスポーツツアーだとか、まあ、そんくらいかなって。街乗りは絶対こう辛いと思います。結構辛かったし、しんどかったです。ただスポーツ走行で使う分には、まあ、こっちがおすすめっていうところですね。まあ、ただこれは一つの、まあ、例えでしかないですよ。このバイクでこのハンドル、ステップ、シートでこの使い方だったらいいんじゃないかなって、あくまでも案でしかないです。はい。まあ、別に私の思う最強ってわけでもなくって、まあ、普通にこっちの方がね走りやすいんじゃないかなってやってます。うん、なんかこう順序特性がとんがったもんよりもですよ、乗りやすいやつの方が絶対早く走れると思ってて、まあ、ただこう違和感あるところをこう修正したっていうか、バーハンをセパハンにして、なんて言うんだろう、全体のこう崩れたバランスを整えていくみたいなんですね。まあそんな感じです。はい。まあ、もちろんバイク屋さんとしてやってるんだからですよ、まあ、前提としてオーナーさんに合わせてってところはですね忘れてはいけないことだと思ってます。はい。まあ、これも一個のセッティングですね。うん、まあ、セッティングつながりで、まあ、サスもなんですけど、今回サスのセッティングも一緒にやらせてもらってます。で前の動画でこうサスの話もさせてもらってるんで、まあ、気になる方はそちらも見てほしいんですけど、サグ出しですね、サグ出ししてでザーンストまでやってます。で走る前にこう車重とあと体重、ライダーの体重で、まあ、サスのセットをあらかた決めてあげて、それサグ出しですね。で実際に走らして
で、この車両がどんな走りをするのか、でオーナーさんはどんな感じで乗る人なのか、でその辺をまあ考えて動きっていうのを調整しました。でオーバーホールでですよ、車両情報とか乗るシチュエーションみたいな書いてからこう出したりしますよね。あれって探出ししてるだけやと思うんですね。わかんないですよ、まあ私一個人のこう考えっていうかでしかないんですけど、その何て言うのアンケートシートみたいに書いてるその情報だとですよ、まあ、できることって探出しまでやないかなって。こうメーカーさんやからこう開発の時のこう車両情報とかあって、まあ、それにライダーの体重を入れて出したセットやろうなって、まあ、そこにはですね、まあ、例えば走らせ方やったりとか、まあ、細かく言っていくとですよ、まあ、ブレーキが何ついてるとかスイングアーム変わってんのみたいな、そのあたりまではさすがにカバーできないと思うんですよね。さすがにやり方ってこういろいろあるじゃないですか、まあ、だからですよこれが推奨ですみたいにですね、データっていうのがまあ来てもそれはあくまでまあ基準でしかなくって、で高級パーツの本領発揮はですね、そこからのセッティングっていうのが大事なんですよね。まあだからこの車両ですよ、出来上がってるじゃないですか、ね、調整しようと思ったら、まあ、いくらでもできる状態なんですよ。サスはねえらい効くし、まあ、キャブもこうやってマフラーも履いとってからですよ、ね、燃焼のこう力を高めると、うん、そういうことがもうすでに調整ができる状態に仕上がってると、なんていうんだろう、こうポテンシャルをこうやって上げるまでがチューニングやなかないかなって。マジ調子悪いですね今日、ごめんなさい。こう世の中 あのチューナーさんからしたら私なんてですね、本当ひよこもひよこなんですけど、自分のやり方としてはですね、ライディングとセッティングを同時にこう提供していって、で、まあ、ライダーのレベルに合わせたライディングとレベルに合わせたセッティングっていうんですかね、特にサスはですね、全日本ライダー仕様でこう乗りこなせる気はしなくないですか、マジで、ね、なかなか難しいと思いますよ。だからこうレベルに合わせたセッティングってのもパッとこう出るんじゃなくって、実際こう見ないと分かんないですからね。まあ、新型のこうレプリカとかやったらこう、ね、データ動画積んで各ポイントでのこうブレーキの量だったりとかアクセルの回路とかですと嘘なしで見れるんですけど、あのライダーの感覚ばっかりで、まあ、そんな参考にできないところがあって、で、まあ、それはですよ、個人差もあるけど、その辺をですね的確になんて言うんだろう、こう伝えれるくらい、ね、技量があるんであれば、あのそこそこのセッティングっていうのはできるっていうですね、うん、まあ、だからこれで OK どうぞじゃなくって、まあ、実際見ないとこう難しいんですよ、うん、まあ、走ってるのについていくのが本当一番の近道ですよ、まあ、いろんな人と走ってきてるからですね、その辺の引き出しはようあるんですよ、はい。まあ、だからこうこれならこう後ろから見ててですね、これなら加速を重視した方が効率的にタイム縮むなよ縮むなとか、はい、まあ、言うてもこの辺はですね、うん、まあ、ようある話でしょうけど、まあ、知りたいのはこっから先でですよ、まあ、加速重視でどうやったら走れるのと、うん、まあ、やり方知らんのだからですよ、加速重視でって言うてもですよ、分かんないじゃないですか。めっちゃ分かるんですよその気持ち、はい、いや、まあ、自分がそうだったからですね、うん、まあ、できるようになるには、まあ、練習せんといかんと。そうでしょ、だからこう練習のやり方を教えるといいわけですよ。言葉で一旦説明するじゃないですか、こうこうこうですよって、ね、でその後にまあ一緒に走って、で体で理解してもらうと、ね、そしたら分かりやすいじゃないですか。本当ね、仕事で受けてるからにはですね、しっかりと結果で、はい、お返ししますよ。だからですね、こう何て言うんですか、部品変えたらうまくなるとか、まあ、単純な考えっていうのはですね、さっさと捨てていただいて、はい、しっかりと見れるメカニックですね、そしてお店っていうのを見つけるのが一番かと思います。ちょっと何の話かわからんくなってきたので、こんなところにしときましょうか。まあ、今週末一緒に HSR 行って走るので、まあ、ついでにですけど、まあ、ちょろっとですね F のクラッチの最終確認もしたいなと思っております。まあ、もちろんですよ、こう仕事としてついて行かせてもらうので一番に XJR です、はい。まあ、ついでです、はい、あくまでもついでで、なんですけど、まあ、クラッチ滑ったらですね、まあ、そもそもですけどこの速い XJR
やったらですよ、こう煽り倒されそうらしいですよ。まあそんな感じです、はい。まあ大したことできないですけど、まあできることっていうのはやりきってですね、本番迎えて楽しんでもらえればなと思っております。まあ、9月はですね、9月の鉄馬、そしてまあテイストですね、テイストオブつくばもこう出たいな、走りたいなって、まあ、自分のこうあれも尽きないんですけど、まあ、ぼちぼちやっていこうと思います。はい、今回の動画はですね、こんなところにしとこうと思います。参考になった、面白かったっていう方はグッドボタンとチャンネル登録をお待ちしております。それではですね、次回の動画でお会いいたしましょう。ピース。